まさかの事実上の首、楽天、今井監督の運命を左右した裏切り者の正体と、その衝撃的な背景、東北楽天ゴールデンイーグルスは、シーズン開幕前から戦力面での不安を抱えていたが、それを覆すように、最後までクライマックスシリーズ、CS 進出争いに食らいついてきた。しかし、10月1日のロッテ戦に敗れたことで、CS 進出の道が閉ざされることとなった。 今季から監督に就任した今江俊明氏は、チーム内外から高い評価を受けていた。昨年オフに一軍打撃コーチから昇格し、12球団中最年少の監督としてスタートした今江監督だが、今シーズン限りでの退任が決まった。10月9日、西武との今シーズン143試合目のラストゲームでは、今江監督の口からは、チームを率いていくという強い意志がにじみ出た発言が飛び出した。 その日の試合は延長12回にも及ぶ長時間の激闘となり、4時間14分にわたる試合終了後、全選手がグラウンドに整列した。その前に立った今井監督は、チームにはまだまだ不足している部分が多い。秋から厳しい練習に取り組みたいと、並々ならぬ思いを語った。しかし、その直後の1時間後、森井球団社長は来シーズンの今井監督の続投について言及しなかった。 三木谷博文オーナーが今井監督の続投案を白紙に戻したとの報道が出たばかりだったため、森井社長の発言がないことを、事実上の解任を示唆している、と語る球団 OB もいる。通常なら、来期も期待しています。といった言葉があるはずですが、それがない。シーズン最終戦後に球団社長が監督の続投について言及できないというのは、契約が非常に不透明であることを示しています。退任は時間の問題で、 球団は今井監督に別の役職を提案するかもしれませんが、今井監督としてはその対応に不満を感じて対談する可能性があります。今井監督は2年契約の1年目の途中で打ち切られることになるが、その背後にはある男の暗躍があるという、三木谷オーナーを隠れ身のに球団を混乱させる存在。今井監督の退任に関する報道は、10月10日の午前3時に発表された。複数のスポーツ紙がネットニュースで、 今井監督退任へと報じ、球団が退任の方針で進めていることが示されたが、スポーツ日本だけは、今井解任と断言する形で報じていた。この背後には、ある人物が関与しているとの指摘が出ている。スポーツ日本の元評論家には、楽天球団の石井和久球団取締役シニアディレクター、SD の名がありました。監督人事にに関わる立場にあり このルートから信憑性の高い情報が流れた可能性があります。リシー s d は三木谷オーナーとのみ友達であり、その関係で GM として球団入りした経緯もありますが、編成での成果は上げられず、昨年までの3年間は現場監督も務めましたが、優勝には至らずに退任しました。それでも、なお人事に口を出して、球団を混乱させているのです。 グローバル企業である楽天グループの総推が球団の状況を細かく把握するのは難しいため、b c s d の進言が大きく影響を及ぼしていると考えるのが妥当です。次期監督候補にヤクルト時代の同僚、三木はじめ二軍監督の名が挙がっているのも、こうした影響を受けているのでしょう。楽天は今年で球団創設20年の節目を迎えたが、わずか1年でその地位を追われた監督があまりにも多い。他を監督、 ブラウン監督、大久保監督、梨田監督、三木監督、そして今江監督と、実に6人が名を連ねている。もはや球団編成は機能不全に陥っていると言っても過言ではない。前述の OB は、三木谷オーナーも面倒だが、石井和久が球団人事を混乱させている最大の要因であることは疑いようがないと語っている。グループ総帥を隠れ蓑のにして、自分の思惑通りに動こうとする人物こそが、 組織にとって本当の癌であるかもしれないファンの反応、石井和久は現役時代と引退後で全く異なる印象を抱かれるようになった。しかし、変化したのは彼だけではない。楽天のチーム構築におけるアプローチも顕著に変わった。かつての楽天は、FA 選手の動向にしばしば名を連ねていたが、今ではその影は薄くなっている。山川選手に対しても、 少なくともソフトバンクと対抗できるだけの出資をしていたと考えられる。現在、2年契約であるにもかかわらず、中途解約がなされることには理解が及ばない。確かに、再開や勝率が4割台前半であればいた仕方ないが、借金後という状況では最高の余地があるのではないか。年齢を考慮すれば、初年度から1年契約でも、体調不良や個人的な事情がない限り、基本的には続投が妥当ではないだろうか。 後発球団である以上、他球団とは異なる事情も考慮すべきである。毎年のように監督が交代する現状には、石井が GM に就任してから何かが狂ってしまったと感じている。楽天のハイ抜き選手を排除し、ヤクルトからの選手が増加していることには、明らかな違和感を抱かざるを得ない。初裁配の今井監督には大いに期待したが、即座に結果を求めるのは果たして妥当なのか 野本監督も3年目で優勝を果たしている。来シーズンは三木監督が復帰する見込みだが、申し訳ないが優勝の期待は抱けない。大砲が不足しているのが現実だからだ。外国人打者の獲得についても、ぜひとも伺いたいところである。高木豊洋二も同情。楽天監督が直面する、1年で首の宿命と、田中正宏の重圧。こんなことが続けば、監督をやりたがるものはいない。再び、 一年限りで終わりを迎えるのだろうか。楽天、今江俊明監督、41は、二年契約の初年度であるにもかかわらず、今期限りでの退任が決定的となった。これは、実質的な解任を意味する。2005年の新規参入以来、監督は通算で10人が指揮を取り、そのうち半数の5人が1年で辞任している。今江監督は、次なる6人目の候補として名を連ねることとなりそうだ。 今期は、石井和久前監督、現球団シニアディレクターの時代から続く3年連続での4位に止まった。結果が出なかったとされればそれまでだが、評論家の高木豊史は自身の YouTube チャンネルにて、これで解任となるなら、楽天で監督を務める者はいなくなるのではないか。と、フロントの方針に疑問を呈し、球界内では今井監督への同情が広がっている。 球団の最大の功労者である田中正宏、35の起用に頭を悩ませていた、と語るのは、高知経験を持つ野球評論家だ。田中選手は、2013年に24勝無敗という圧倒的な成績で楽天の初優勝に貢献。その後、ヤンキースで活躍し、2021年には日本球界最高額となる年俸9億円の2年契約で楽天に復帰した。楽天にとって、 彼は特別な存在であり、三木谷オーナーの大のお気に入りだ。人気や集客像を狙うだけでなく、彼の投球がチーム全体に好影響を及ぼすことも期待されていた。しかし、肝心の投球内容は衰えが顕著で、昨期までの3年間で19勝32敗という成績に終わった。昨オフに行った右肘の手術の影響でリハビリが続いている中、 昨年明らかになった安楽選手によるいじめやパワハラ騒動について、彼が後輩の愚行を認識していたかは不明だが、結果としてその行動を感化していたことは確かで、そのことに疑問符が投げかけられているのも否めない。楽天は、サッカー J1 のビッセル神戸のオーナー企業でもあり、こちらも監督交代が頻繁に行われてきた。元スペイン代表で、長らくバルセロナで活躍したアンドレスイニエスタ、40は、 J リーグ史上最高額となる年俸32億円で獲得された。彼はピッチ上で往年の活躍を見せることはできなかったものの、ベテラン選手や若手選手とのコミュニケーションを重視し、自身の豊富な経験を惜しみなく伝授した。彼の貢献により、2019年の天皇杯初優勝や、イニエスタ退団後の昨季の J ヒト初優勝が実現したとされている。田中選手は、 イニエスタのような存在感を発揮することは難しいと言わざるを得ない次期監督もこの大功労者の処遇に頭を悩ませることが避けられないだろう